堺王子は、熊野街道沿いに設けられた99王子の一つ、久保津王子から数えて7番目に当たる。堺王子は、現在の大阪府市市堺区北多井町付近にあったと推定されている。この地域は、摂津国、河内国、泉国の境があった場所で、堺王子の名はこれに由来する。また、堺という地名も堺王子が置かれた。 平安時代後期から歴史文献に登場するようになりの藤原溜めふさ記には堺王子が泉堺の衝動という名称で登場し、これが堺という地名の書室である堺王子がその由来となったと考えられている。王子社は後世に堺湯山町の熊野神社に移り、その熊野神社も1908年6月に菅原神社に行使されたため、 正確な位置は不明である。しかし、文献などから、大阪から南下してきた熊野街道は、堺の町の東側を通り、片田貝神社付近で、長尾街道と交差し、半税天皇陵の西側を通っていたことは、分かっており、堺王子は、片田貝神社の北方付近にあったと考えられている。実際、文久三年改正堺大エズには、小栗堂、王子が上の記載があり、 堺王子がかつてあったことが伺える。これらのことから、現在は王子が上公園に堺王子跡の石碑が建っている。これは熊野本宮大社の鎮座する和歌山県元宮町から送られたものである。ありがとうございます。